1秒59、タイム減点が1点、障害減点8点で合計で9点です。20番の選手を迎えます。日本大学から沖広良一選手と大貝の出場です。沖広選手は日本大学の現在2年生。昨日のわわわ女子競技学生賞典で王道とのコンビで優勝しております。そして乗ります馬オーガイはオーストラリア産のサラブレッド系、16歳の戦馬です。そして団体成績、現在のところまで専修大学は総減点が上位3名13点、東京農業大学は上位3名の減点が合計で26点となっております。もしもし、持ってます、どこですか。今ババ出ましたか。あの、いや違います、あの観覧席のところにいます。トヨさん中にいたんで持ってます。はい、わかりました。沖広選手、現在減点4で走行しております。9番障害に向かいます。マブリックさん来る。そして10番障害トリプル A、B と新障害 B 障害で乗せてくれました。最終障害に向かいます。こちら11番障害反抗してしまいました。再びアタックします。走行タイムは88秒32、タイム減点が3点つきました。障害